ハワイで子どもたちのミュージカルグループ NPO お花アーツを主催しているジェニファー・タイラさんたちは平和公園の原爆慰霊碑を参拝しました。2015年に制作した佐々木貞子さんの生涯を描いたミュージカル Peace on Your Wings 平和は翼に乗ってはこれまでに全米およそ10の都市で公演されています。海外では初めての広島公演が9月に予定されていて、4歳から17歳までのメンバー29人が広島を訪れることになっています。一行は打ち合わせのため明日まで広島に滞在する予定です。